はい、今回の動画はですね、1日たった5分で美尻、そして桃尻に変身できるトレーニングをお伝えしていきたいと思います。この動画はですね、お尻のトレーニングをするんですけど、まあお尻に効かせるトレーニングっていっぱいあると思うんですが、僕がですね、あのボディクリエイターとしてもう大事にしているところは、ポーズを真似ることでトレーニングをするんじゃなくて、効かせるっていうところに着目してます。それはですね、まあ今まで の経験、パフォーマンス、やっぱ選手の、まあ、潜在能力を引き出すように、まあこう体の動かし方っていうところを、いかにですね、こうコンディションを上げていくかっていうところの観点から、まあ、効かせるっていうところにフォーカスを当てて、まあ、やっていく、まあ、メソッドであって、まあ、足の位置であったり、つま先の向き、そして膝とお尻の距離だったりとかですね、そういった細かい点を、トレーニングの説明の部分でやってるので、必ずそれを理解した上で、一度まあ見ていただいて、でそれを見ていただいてからトレーニングの方に移っていただくと、より効き目が高まります。はい、なのでトレーニングをする上で必ずですね、説明動画を先に見ていただいて、でトレーニングの方に移る。で分かってきたなと思ったら、トレーニングからもうパッとスタートしちゃって OK ですので、そういう形で、やっていただければと思います。まあ、重要なポイントは3つです。はい、姿勢と効いてる場所、そして反動をつかないっていう、この3つを意識して行うことによって、たった1日5分でですね、5分、これは10分の違うか、5分で、まあ運動を習慣するっていうところも含めて、この動画をやっていただければと思います。これを見てですね、コメントでやってみたけどお尻にあんま効かなかったとかですね、今日この時間やりましたとか、朝やってみたらこんな感じになりましたとか、コメントいただけるとすごく嬉しいので、まあ、チャンネル登録も含めて、こちら見たらですね、ぜひよろしくお願いします。では早速トレーニングに行きましょう。お願いします。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2、吐いて3、ナイス、4 5 6 7 8 9、ラスト OK。 では次は足を取ります。同じなので持ち上げて1 2 3、吐いて4 5、もも裏7 8 9、お尻の付け根10、体を意識していきましょう。1 2 3 4 5、反動つかないように7 8 9、ラスト OK。 では次はお尻の横側です。持ち上げて床と距離を取ったら、足をまっすぐ伸ばす、床の平行を、そこからお尻に手を当てて1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1、お尻アップ、ここが使って
持ち上げて一回止めたら床と平行に上げて、さあ行きましょう。1 2 3 4 5 6 7 8 9、ナイス。1 2 3 4 5 6 7 8 9。 OK、 パターンから 1 2 3 4 5、 広めのワイドのスタンスでつま先を45度落とします。お尻の上が開いて、そのままお尻をまっすぐ落として、1、 お尻から2 3、目線まっすぐ4、ナイス。伸ばしきらないようにぐーっと足上から6 7 8 9 10、お尻を意識して1 2、ナイス。3 4 5、お尻を引き上げて6 7 8 9、ラスト。 OK、 ではラストいきましょう。右足を上げたら横に足を出してダウン、つま先と膝をまっすぐ、このまま左足持ち上げて左足グッと持ち上げて、右足上げて2、右足伸ばして左足3、左足伸ばして右足グッと足伸ばして抱える、グッと持ってきて6、グッド、ナイス。抱えて右足伸ばしてキャッチ、グッド、お尻、さあ半分、1、伸ばしてキャッチ、2、伸ばしてキャッチ、3、キャッチ、足伸ばしてキャッチ、5、伸ばしてキャッチ、6、伸ばしてキャッチ、7、伸ばしてキャッチ、8、伸ばして足踏み、9、しっかりお尻、ラスト、グッと左足で右足を乗せて OK。 はい、ここからですね、トレーニングの説明、やり方の説明をしていきます。意識する場所、そしてフォームをちょっと理解していただくと、より効果的にもも尻、そして綺麗なお尻、プリッとしたお尻ができますので、ぜひですね、ここをまず見てイメージを作ってからトレーニングの方に移っていただけるとと思いますので、よろしくお願いします。では最初のトレーニングですけども、大臀筋といってですね、お尻の上側に上側ですねと
もも裏、お尻の付け根という形です。まずは肩幅、膝と、ごめんなさい、お尻とかかとの距離が拳2つ分ですねぐらいにしていただいて、足はですね肩幅にして、つま先内股にします。内側に向けます。で膝は開いたままそのまま仰向けになっていただいて、手はおへその上、この状態で天井に向けて、おへそが引っ張り上げられるように持ち上げて、骨盤を持ち上げて、お尻からぐーっと持ち上げる。こう反動つかないように気をつけましょう。まっすぐ持ち上げる。でお尻の上側に引かせます。膝が内側に入らないように気をつけて、開いたままやるとより効いてきます。で戻す、アップダウン、こちら20回やっていきましょう。20回終わったら足を閉じます。かかととお尻の距離はそのまま、足を閉じたら膝と膝くっつけて、つま先かかとまっすぐ、足をくっつけて、今度は足ももの付け根ともも裏に効いていきます。そして内ももを閉じることによって効いていきます。同じです。またおへそが天井に向けて引っ張り上げられるように持ち上げます。この時肩と背中の力を抜いて、腰を反らないように注意して、まっすぐ上げる、骨盤を持ち上げる、ももの裏からぐっと持ち上げます。足の裏、もも裏、ももの付け根、力を伝えていきましょう。吐いて反動をつかないようにアップダウンを繰り返してやっていきます。 OK。 3つ目はですね、横向きで、今度は中殿筋、お尻の横側ですね、こちらの筋狙っていきます。はい、肘をついていただいて、両膝、耳と肩、そして骨盤の横と膝がまっすぐなるような位置に膝を持ってみましょう。前に出したりとか、後ろに行きすぎて腰を反らないように、腰反りやすい方は下の骨盤を少し後ろに引いてまっすぐさせて、肩の真下に肘が来るようにしましょう。遠くなってしまうと肩痛くなってしまうので、近く置いていただいて、このまま横の腹筋で体を持ち上げて、ここがスタート地点ですね。頭の位置下げないように、まっすぐ、目線もまっすぐですね。すごく大切なポイントになります。最初の位置がずれてしまうと効かせたいところに効いてこないので注意しましょう。下の腹筋を意識しつつ、こちらお尻の横側を使いますよ。ここに手を当てて、こうやって持たないように手のひら面で持つとより意識しやすくなります。床と平行に足を伸ばして足首力抜きます。そのままかかとでぐーっと引っ張り上げるように30度まで上げて元に戻す。床と平行30度、ここからぐっと引き上げられているようなイメージで持ち上げて、アップダウンを繰り返します。こういう反動を使わないように注意するのと、だんだん頭が下がってきて肩がこうこっちにストレスがかかってきます。この状態で肩が痛くなる方はそのまま寝ていただいて、で同じように足を伸ばして床と平行から上げていただいても OK です。先ほどの状態でやると横の腹筋と連動してよりウエストも締まってきます。お尻だけの場合はこちらでも OK、 中殿筋に効かせていきます。はい、 OK。 ではここからはですね、スクワット、ワイドのスクワットでお尻を効かせる方法ですね。で、もも尻、お尻、プリッとしたお尻をするには体重をしっかりかけるっていうのが非常に大事になります。先ほどまでの2つは、体重をかけないでやってるので、どちらかというと今から使う筋肉を意識づけ、準備運動に近いですね。これから刺激入れるよっていう合図を送ってる。でここから本格的に体重をかけて、より引き締め、締め上げるようなイメージでやっていきましょう。はい、なので足の裏からお尻に力を伝えるっていう意識が非常に大事になります。で足の位置はですね、肩幅に広げた状態で、片足ずつ一歩一歩、もう一歩もう一歩開いていただいて、はい、このぐらいの位置で指先を45度ぐらい外に向けます。はい、で指先に対して膝がまっすぐ降りていく感じですね。手はお尻に当てて、このまま
まっすぐ下がってってお尻、そして膝が内側に入らないように、親指に体重かけすぎないように、内くるぶしと外くるぶしの間ぐらいに体重をかけてお尻に効かせます。でそのままお尻からぐーっと持ち上げるように元に戻って、伸ばしきらない、こういう反動を使うと膝が痛くなってしまうので、伸ばしきる手前で降りていきます。目線が下げない、下がらないように、目線はまっすぐですね。まっすぐ降りていって、内側入らないですよ、しっかり開いてぐっと外に開いて、つま先と中指と人差し指の間ぐらい、間と膝のお皿が同じ位置にある状態ですね。で上げて戻す、そのまま下ろして床と平行ぐらいまでいきましょう。いけるところまで落としていって、ぐっと持ち上げてより効いていきます。目線下げないでダウンアップという形でやっていきましょう。 OK、 では次はですね、サイドランジ、横に足を出します。これはですね、通常だとこの状態でやるんですけど、今回はですね、より効かせるために股関節を意識していきます。で、どうやってやるかというと、まずは自分の足、膝をキャッチします。で、この状態で離して右足を先ほどの45度の位置ぐらい、つま先で、ついた瞬間に膝同じ位置、膝を前に出すんじゃなくてお尻を落とす。で、こちらのお尻にしっかり、これも一緒ですね、親指側に体重かかるとこうなるので膝を痛めてしまいます。まっすぐな位置、はい、この癖が、親指側でつく癖が強い人とか、こっちに持ってきてついた時につま先でつかないように、こうするとですね、腿の前にストレスかかって、こう腰反ってしまって腰痛くなります。ちゃんと足の外側、外くるぶしと内くるぶしの間ぐらいから着地、つま先ちょっと上げ気味で着地した瞬間にお尻を落とす、落とせる範囲でいいです。膝が前に行き過ぎないように気をつけて、でそのまま右足で伸ばす、で左の内ももを使って寄せてキャッチ、で今度は反対ですね、左足を遠くにグッと押し落として、体が流れすぎないように、胸が膝と同じぐらいの距離くるようにキープ、左足持ってきて右足をキャッチします。で横に出して同じですね、グッと踏んで、はい、この時こうならないように気をつけて、しっかり押し、そしてこっちで伸ばす、でキャッチ、左足グッと落としてグッと持ってきて、右足の内ももを使ってキャッチ、バランスという形で交互に10回ずつやっていきます。はい、まあ、ちょっと難易度が高いので、きつい方はここの状態で横にそのまま足を出して、こちら伸ばして左足をこのまま持っていきます。これを持ってくるときに、こちら足に体重が残らないように、こっちが曲がってるってことはこちらの足に体重がかかってないので、しっかりこちらに体重を全部かける、でこっちの足を伸ばして持ってくるときに体がフラフラしないように、こうならないように、持ってこっちに体重をかけたらこっちの内ももで持ってくるっていう形でやっていきましょう。きつい方は最後のやり方で OK ですので、まあこちらはちょっとご自身でまずやってみてですね、お尻にあんまり効かないよとか、今日できましたとかですね、朝の時間でやりましたとか夜の時間できましたとか、まあ感想も含めてコメントいただけると、まあこれを参考にまた次の動画だったりとかを作っていけたらなと思いますので、まあ、皆さんのコメントと、まあ同時にチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではまた。